自分と青木さんのつながりっていうのは本当もともと僕は体育学、まあ、青木さんも体育学校出身で、自分も体育学校のウェイトリフティング、まあ、班っていう言い方するんですけど、ウェイトリフティング班にいまして、で青木さんがレスリング班でやってまして、で自分と青木さんってこうもう入れ替わり、自分が体育学校入るときに青木さんが体育学校出た感じで入れ替わりで、直接のあれはないんですけど、まあプロレスに行ったっていう話も聞いてまして、あプロレスラーになった先輩がいたんだっていうのはありましたね。まあ、全日本プロレスさんに、参戦させていただいた時に、こう青木さんとこうにご挨拶させてもらった時に、で体育学校の話になりまして、でやっぱり自衛隊の先輩なので、こうすぐこうなんか青木さんが声かけてくれたんで、すぐこういろいろ話すようになって、ね、控え室でもこう青木さんがいたらこう挨拶、なんかこうピシッとなるんですよね。元自衛官ということで、ね、青木さんもこう舞台は違いますけど、その違う舞台で教官とかやられてたみたいなので、こうね、カバンとか開けるじゃないですか、控え室でカバンとか開けた時に、自分的にはこうカバンの中身整理してるつもりなんですけど、岡林なんだ汚いじゃないかお前カバンの中身、え、なんだこれ、いや、え、汚いですかって、綺麗にしてるんですよ、お前もっと綺麗にしろやって、こうなんかこうあの時の、直接はこう自衛隊で絡んだことないけど、あの時の気持ちが蘇って、自衛隊の時にピシッてなるんですよね、おいすいませんってこうで、綺麗に服も畳み直してで、やったり、気をつけてるつもりでもこうやっぱりこうなんかだらしない部分があったりするじゃないですか。その時にこう青木さんがこう、おいちょっとそれだらしないぞとかこう言ってくれて、こうピシッとなるんで、すごいなんかやっぱりいい先輩というか、もう本当にあの時の気持ちをこう思い出してくれるすごい存在でしたね、はい、いやもう本当すごいな、その一言ですね。何がすごいかというと、技が的確、一発一発が的確に決まるし、失敗がない、技の失敗がもう全くなく、もうこんな偉そうにね、俺言うのもあれですけど、技の失敗が全くない。その辺ではもうね、チャンピオンカーニバルの時はね、やっぱ体重差ってね、青木さんジュニアじゃないですか、僕はヘビーでやってますけど、結構、まあ、レスリングテクニックもあるんで、うん、やっぱりその辺ですごいなって思いましたね。テクニックもある、技も的確、うん、絶対でね、失敗しない、そこは本当にすごいと思いました。すごいメンバーですよね、本当に、うん、すごい。でもね、本当に今回出させていただくので、うん、もう全員試合でもやったことあるし、ね、まあ、組んだこともあるんで、もうどういう選手かというのは分かってますんで、うん、ここでやっぱり、うん、大日本の岡林雄二というのを前面に出して、まあ、戦っていけたらなと、もう周りがすごいメンバーなんで、もう気遅れせず、うん、最後にやったのが世界タッグ、去年の、ね、世界タッグなんで、最後に負けてるんでね、ちょっとまた、うん、がっつり、うん、もう本当にどっちかから取るつもりでいきます。それぐらいの、うん、それぐらいじゃないとダメですよ。せっかくやっぱりこういう数を踏んでいただいてるんで、うん、俺が取るつもりで試合いきたいと思います、はい。